見せつけたオーディンは各地に。ところで旋回へつながる入り口というのはあそこか？すっかり敵に囲まれてまずいんじゃないか。大きな子たちが入り口を守ってくれてるけど、もうヘトヘトみたい。みんな手伝ってあげよう。敵の鳥みたいな子たちは誰が指揮してるんだろうね。え、かぐやさん、わかるかな？気をたどって見つけてまいります。ちょっと待った。あんたまさか一人で行く気？危険だわ、一緒に行きましょう。我戦う旋回入り口守る。おお、目立ってるな。俺も派手に突っ込んでやるぞ。二人ともその息じゃ。今度は高官将率いる弓兵隊で任せておけ。あの将が大きな子を指揮してるのね。敵に狙われないようにみんなで守らないと。俺より目立つな。あ、多少本年だな。よくやってると思うぞ。あの敵の子、入り口へ向かってる。誰か急いで止めて。取るに足らぬ。すごい、あの服で勝ち誇って。みんな飛び出しちゃって、後ろはどうするの？はいはい、私が守ればいいんでしょ。あそこに何やらこの苦しい気の緩みがございます。何を探り当てるとはなかなかの力い。だが小娘ごときに遅れはこらん。あの怪物、門番を操る将を狙ってるみたい。ほっといたらまずいんじゃない？私がここで散るだと。どうじゃ。私が敗れても誰が怪物を指揮するのだ。はあ、間に合わなかったみたいね。残っている子だけでもどうにか守らないと。その調子。頼りにしてるから頑張ってね。弓兵隊の指揮は俺様一人で十分だ。年寄りは向こうで休んでろってな。誰が年寄りだ。ひよっこは黙ってわしの後についてこっか。大きな子一人やられちゃった。他の子たちが踏ん張ってくれるといいな。あら、みんな頑張って戦ってるみたいね。その調子で私に楽させてちょうだい。でも相手も強そう。危なくなったら助けに行かないと。粉々に砕いてやるぜ。我敵倒す。敵も味方も濃いなあ。こいつらより目立てる気がしないなあ。ここは抜かせん。消えろ。現れおったね。やるもんでやる。小さい人に働かせるわけにはいかねえ。俺もやってやるか。貴様、思ったよりやるな。ディエン、お前の存在感大したもんだ。ここからは二手に分かれよう。任せろ。関東強い我皆をした。本当か？お前いいやつだな。戦が終わったら俺の噂を広めてくれよ。大きな子2人もやられちゃった。かぐやさんたちまだかな。取るにさらぬ。生きのいい小娘ども、ここは引いておやったわ。私たち息ぴったりだったわね。乙女の連携なめんなってことよ。かぐや、なかなか良かったわよ。え、私もですか？ありがとうございます。お、頑張ってんな。その調子でいけよ。メス、加減せぬぞ。時は稼いだ。いや、たわいのないな。さて、弓兵隊、原画射撃の構えを取れ。よーく狙って引き絞れよ。今だ、離れて。じいさんの腕には恐れ入ったぜ。こりゃあと10年はくたばりそうもないな。何を抜かすか。いや、30年は粘ってみせようぞ。おっと、敵がワンサカ来てるじゃないの。こうなったらまとめて相手してやるぜ。俺の相手はお前に決まり。楽しませてくれよ。僕ったらまた悪さしてる。今日という今日は許しません。天下無双に暴れちゃって汗臭くなるの。大変。大きな子が3人もやられちゃった。残った子たちあと少しだから頑張って。取るに足らぬわ。大事なところがガラ空きだぜ。大変。悟空が入り口の方に。急いで門番を守らないと。騒がしいと思えば悟空め、また暴れておるな。なんか聞き覚えのある声。まさか戦場のピリつく空気、久しぶりじゃのう。懐かしい顔も見えるわ。フッキさん、いいところに。ちょっと手伝ってくれる？任せておけ。再会を楽しむのはその後にするか。乗り上がってきたぜ。もう少し数増やしとくか。仕留めてしまえばそれまで。清盛のおっさんがそう言うなら全力で倒しに行ってみっか。ほう、来てみろ。わしは逃げも隠れもせんぞ。俺より目立つな。あ、そういう本音だな。よくやってると思うぞ。三蔵様、どちらに？今日こそ悟空を懲らしめてあげないと。そうだ、かぐやさんも一緒に来てくれる？おお、やるな。その調子で以後も励むのじゃぞ。小少将様、私もお役に立ちとうございます。ご一緒してもよろしいでしょうか？はあ、ご一緒してもよろしいわね。あなたも不幸にしちゃったらまずいか。相変わらず強すぎだぜ、復帰。おお、そうか。腕がなまってなくて何よりだ。勝手な真似はさせん。全て諦めるのだ。もはや止められん。ムッキさんが来てくれてよかった。旋回まで大変なことになるところだったよ。すまんすまん、なかなか道が開かなくての。遅くなってすまんの。わしは復帰。かぐやらと同じ旋回の住人で、お主らとは以前共に戦ったこともある。報告！アレスとロキが大軍勢を人間と組んでの戦も